皆さんこんにちは、 HV ファクトリーです。本日は新しく組み上がった最新販売車両のご案内です。では店長お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあこちらの、車両の説明をさせてもらいます。はい、じゃあこちらの車両は、一番メインというのが、外装オールペイントですね。でメインの、パーツ、それが、マスタード系のベージュに近い、ちょっと黄色っぽい感じですね。それのボディ、艶消しですねに塗装してあります。でこのパーツは、フロントのフェンダー、ルーフ部もうそれも全部艶消しで塗ってる形になってますね。こちらの車両はジャイロキャノピー4サイクルエンジン、車体番号 112K、2型の、モデルとなります。で整備内容は、エンジンオーバーホール、スイングジョイント、ケーブル類、フロントリンク周り、いつものうちのメニューで、整備を完了させております。で、エンジンのオーバーホールが特に常に多いんですけども、試乗した、入庫した時にですね、試乗した感じではやっぱパワー不足がある、エンジンの、異音等がちょっとある、そういう感じのものは基本的にはエンジン分解して、オーバーホールとなります。そのために、うちの販売車両はエンジンがほぼほぼオーバーホールとなっているものが多くなっております。次のお客様が、また乗るときにですね、快適に乗っていくためには、最初からパワー不足があるとストレスになりますので、ここは重要なところですね。で行っております。じゃあ近くで、各部の、チェックをしていきます。でジャイロキャノピーはですね、前にも説明してるかもしれないですけど、ジャイロキャノピーと言わず、ジャイロ系ですね。これがパーキングレバー、このパーキングレバーですね。で、制御してるんですけど、通常は、ここにスタンドがある、サイドスタンドとか、センタースタンドが普通のバイクにありますけど、ジャイロはこのパーキングですね。これでロック、左右の前後のロック、これがパーキングで制御してます。でこのパーキングは、3段階になってますから、ここ1段、そうですね、こっち、あともう1段で、この形のままでも止まるような形になってますので、必ず姿勢はまっすぐの状態でパーキングをかけてあげると。で、車両の整備はスイングジョイント、オーバーホール、よく詳細に書いてあるんですけど、スイングジョイント、ここのことですね、これがジョイント部なんですけど、刃が、その下にあるんですが、それがきちっとかかってないとですね、こう車両を振ってロックかかってる状態で上げるとですね、これがもう刃が外れちゃうんですね。でこれが外れてるとですね、とりあえずロックがかかってても、風が強い時にこうちょっと押すとバダンと車両倒れちゃいますので、ここが当然こう上げた時にロックがかからないのはもう必ず整備で、スイングジョイント系は、刃がかかっているところが弱くなっていれば交換しますし、まずはその整備するときにはここは重要で、必ず振ってこれがちゃんと効くかどうかがまずチェック項目になってますね。でお客様たちが持っているバイク、キャンジャイロですね、こう持ち上げたときにこれが外れてしまう、そういう場合は必ず風が強いときとか何かあったときにこれが勝手にバイクが倒れちゃいますので、整備が必要になってきますね。で取り付いている外装パーツの説明となりますね。こちらも、いつもそうなんですが、ウィンドスクリーンは新品交換済みですね。で、これもワイドバイザー、これも取り付け済み。でこれはスクリーン部は透明アクリル製、ルーフはスモークですね、になっております。で、下の方に。で、これが、ミラーカバーですね。純正のミラーにかぶせるタイプで、少し丸みありますので、イメージが変わりますね。で、フロントのフェンダーは、艶消しの黒に塗装。で、ホイール、これもオフホワイト系、ちょっとベージュに近いですけど、これもホイールは塗装済み。で、タイヤは、うちで定番として交換している IRC の110の90の12。このタイヤが新品ですね。いい交換です。で、今ちょっと見えますけど、こういうプロテクター関係も密着性の高い処理で、ゴム系黒に塗装してあります。はい。
でこれもインナー系は艶消しの黒に塗装済みです。まあ、艶消しも、7割消しぐらいですので全消しではないのでちょっと高級な感じになったと思います。でここの、まあ、これもメイン、交換が多いですけどキーセットですね。これも新品交換、ここのスペア付きで、シートキーとメインキーがセットですね。これが新品ですね。はい、でこれスピードメーター、これ新品の、メーター足交換ですね。ゼロメーターになってます。まあ、今後、まあ、オーバーホール車両になってますのでオイル管理と、これ楽になると思いますので、いいと思います。はい、でシートも張り替え済みですね。座面は滑り止めの効果が高い表皮で、でベージュのステッチが入っている形で張り替えしております。で上のパーツ、これがオーバーヘッドパネルですね。これはリアが、トランクタイプ2っていう形なんですけど、デッキのものに被ってるタイプのトランクで、これもオーバーヘッドパネルがデッキ用っていう形を使用しております。でオフホワイト系に艶消し塗装済みですね。で下のこれがリアトランクタイプ2ですね。中外も塗装済み、まあ、奥行きも十分ですね。でリア周りですね、これがリアフェンダー艶消しのブラックにオールペイント、でこれがオーバーフェンダーのタイプ6ですね。当社の、ワイドホイールタイヤセット用のオーバーフェンダーで、これがこれもサイズは 16.5、6.5-8 の、デューロのタイヤですね。太めのタイヤに 5J のアルミホイールですね。鋳物のアルミホイールになります。それを、ホイールは塗装済みという形ですね。でこちらの、車両の説明は、このぐらいの以上となります。でもう色も本当に落ち着いててですね、まあ、もし奥様と一緒に乗るっていう形でも全然こう、好評な感じで乗ってもらえると思いますので、まあ、旦那様と奥様一緒に、共用できるような車両だと思います。まあ、細かな整備内容だとか、まあ、内容はそのホームページでご説明しますので、まあ、もしよければそちらの方も、ご参照ください。でこちらの車両は以上となります。また次回もよろしくお願いします。